はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。本日の配信はですね、前回もちょっとチラッとやったんですけど、ポケカの勝手なる考察配信となります。もう多分ね、最初からずっとそんな感じだと思うんですよね。正解をお伝えする配信ではございませんが、ご興味のある方はぜひお見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さて始めていきましょう。前回のその配信でもですね、一部ちょっとお伝えしたんですけども、本日の内容はコロムシの息子ですね、虫くんと会話している一部をそのまんまくり抜いたと言ってもいい配信内容になってるんですね。まずですね、うねる水面と鉄のイサハをご存知でしょうか。すげえ読みづれなまだ、ポケモンカードに実装されておりません。スカーレット、そしてバイオレットに登場するパラドックスポケモンでございます。このパラドックス、まあ、本来なら現代にいるはずのない古代未来ポケモンを指す名称でございますね。さて、この2体のパラドックスが今後ポケカで登場してくる前提で、まあ、いろいろ見ていきたいなと思っております。うねる水面は、水君の古代種で、おそらくまあ水タイプで出てくるでしょうね。パオジャンとの相性も気になります。代わって鉄のイサハは、ビリジョンの未来種で、おそらく草タイプで出てくるでしょうね。悪タイプの弱点、環境をひっくり返すキャラになるかもしれません。何度もお伝えしてますが、仮の話でございますからね、それだけちょっと注意してくださいね。では、順を追って見ていきます。まずうねる水面、原作の特性で、古代活性があります。これはブーストエナジーを持たせるか、または、天気が日本晴れ状態時に発動するという設定なんですね。効果は攻撃、防御、素早さなどのステータスが向上する内容です。代わって鉄のイサハ、原作の特性はクォークチャージがあります。これもまたブーストエナジーを持たせるか、または場がエレキフィールド状態時に発動することが設定のようです。効果も同じくステータス向上でございます。まあここまで聞いてね、なんとなく一つ目にお伝えしたいことはお分かりだと思います。今後ですね、ポケカでブーストエナジーがこのポケモンについている時のような特性のパラドックスポケモンが出てくると考えているんですね。古代の方向に収録されたブーストエナジー古代、未来の一戦に収録されたブーストエナジー未来が必須となる可能性が出てきた、そう考えているんですね。そして二つ目、古代の方向、未来の一戦ではタグ持ちのサポートグッズ、ポケモンの道具が収録されておりました。サポートはオーリムさんとフトゥーさん、グッズはテクノレーダーと大地の器、ポケモンの道具は古代未来のブーストエナジーですよね。ですが、タグ付きのスタジアムが実装されておりません。ということで、次の古代未来の拡張パックからは、タグ付きのスタジアムで、日本晴れとエレキフィールドが実装されると考えているんですね。その理由として、先ほどの2体の固有技、うねる水面はハイドロスチーム、日差しが強い時威力 1.5 倍、鉄のイサハはサイコブレード、エレキフィールドにいる時威力 1.5 倍だからなんですね。特性でも固有技でも、この各スタジアムがあれば威力が上がる効果ですから、プラス30などが実装されそうです。さらにお伝えするとですね、ブーストエナジー古代は HP 向上、確かプラス60でしたよね。要は体力の向上です。ブーストエナジー未来は逃げ寝ゼロになります。要は素早さの向上ですよね。ですからスタジアムの日本晴れとエレキフィールドはプラス30、要は攻撃力向上で出てくるんじゃないかなと考えているんですね。さらにさらに、ブーストエナジーはただ体力を上げる、素早さを上げるだけではなく、古代なら状態異常回復、未来ならダメージプラス20など、サブ的な効果があります。したがってスタジアムの日本晴れとエレキフィールドにもダメージプラス30、さらにサブ効果がついてくるのではという期待がありますよね。さて、再度お伝えいたします。ペラペラ言っておりますが、すべて仮の話であり、勝手な見解であります。では、今までの話が仮にあるとするなら、まずこれを見ておきましょう。ブーストエナジーでございます。これ古代未来ですね。
ません。で、こちらはノーマル仕様しかございません。トリチャさんのグラフで確認をしてみますと、現在ね、お菓子レベルで購入できますね。100円ちょっと、みたいな感じですね。さあ、この子たちが来年の拡張パック発売後、先ほどのようなカードが収録されるなら、どんな動きの変化が出てくるんでしょうかね。大変楽しみでございます。また、以前の配信でも紹介しちゃいましたが、オーリム博士の気迫と、プトゥー博士のシナリオも大変おすすめでして、来年発売のパック収録によって化けてくるかもしれません。ちなみにオーリムさんの SAR が現在4100円、プトゥーさんの SAR は現在1900円でございます。今後も非常にいい仕事をするんじゃないかなと予想しております。さらにこちらも以前紹介しましたね。第一の器、これトラッシュ1の NA2 手札みたいなね。トラッシュ回収カードが環境を占めてくるなら、まず間違いなく必要カードでしょうね。続くと思います。トレチャさんを見てみますと、現在300円です。やはり現在も需要は高いってことになりますね。これら古代の方向、未来の一戦収録カード、まあ、共通に言えるのは再録がないことです。市販パックなら来年の最速でハイクラスパックまでありません。ピンポイントに発売されるなんとかボックスとかなんとかデッキセットなどに入れば別ですが、それがない限り再録はもうだいぶ先となります。過去もですね、環境必需品で再録がなく高騰してしまったこと何度もありましたよね。今まさにそんなことが起きてるカードもありますよね。例えば入れ替えカード、2022年4月8日発売のタイムゲイザー収録のみで現在1180円もします。ポケストップ、2022年6月17日発売のポケモン GO 収録のみで現在720円。あとジェットエネルギーもそうですよね。2023年3月10日発売のトリプレットビート収録のみで現在少し落ちましたが1280円しておりました。再録がないため数が少ない中、環境で使われ出すとこのようなことが起こってまいります。今までもそうだったんです。さて、古代の方向、未来の一戦収録カードは来年どんな動向を見せてくれるんでしょうかね。はい、ということで、来年以降の収録、そしてカード効果、そして推しの古代未来のカードを紹介させていただきました。何度もねお伝えしてます、勝手な見解でございます。皆さんがどう思われるかは自由です。ですが収録考察をしながら、どのカードに需要が生まれてくるかを今後も考えながら、このじゃ配信していきたいと思いますので、ぜひ、今後もご覧いただければと思います。本日はここまで。それでは皆さん、バイバイ。